あ、いいお兄ちゃん、聞いてよ、大ニュース。朝から騒がしいぞ、ミスター。どうした？セネリオがね、今戻ってきたの。本当か？予定よりずいぶん早いな。だよね、なんでだろう。まあいい。直接聞けばわかることだ。今どこにいる？食堂じゃないかな？お父さんに用があるみたいだったし。わかった、すぐに行く。直ち全員を集めてくれ。了解しました。やばい、声がぐちゃぐちゃだ、もう。アイク、お前はぼさっとしないでさっさと作戦室へ行け。ああ。ん？なんだよ、急に。僕が持ち帰った情報の報告、そしてそれに対する対策を練るためです。スネリオ、お久しぶりです、アイク。今、戻りました。無事で何よりだ。だがどうしたんだ？もうしばらく修行するんじゃなかったのか？それが、何をしている！早く来い！とりあえず行きましょう。詳しい話は後で。みんなも知っての通り、よその傭兵団に修行が出ていた、ゼネリオがさっき戻ってきた。とんでもない情報をつけてな。どんな情報なんだ？クリミアとデインの間で、戦争が始まりました。戦争？嘘でしょ？それは今から詳しく聞くところで、セネリオ、頼む。はい。この地図をご覧ください。クリミアの詳細。クリミアの詳細図か。ここがクリミアの王都メリオル。我々傭兵団の砦があるのは大体この辺りになります。事の始まりは3日前の昼下がりです。ちょうど調べ物があった僕はクリミアの王都メリオルにある王立学問所の書庫にいました。突然、獰猛な獣、おそらく飛竜の方向が届いたかと思うと大きな振動が建物を揺らしました。慌てて外に出た僕の目に飛び込んできたのは王宮になだれ込む騎兵部隊、それに続く重砲兵隊、さらに空には十数の竜騎兵。それらは全て黒い鎧で身を包んでいました。天王立国軍か。はい。兆しは？ご承知の通り、クリミアとデインの関係は建国以来順調であるとは言いかねるものでした。しかし数百年にわたる歴史の中で、幾多の小規模の戦はあると、いきなり国境を越え相手国の王女を奇襲するようなことは今回が初めてです。随分乱暴な策だもんね。それだけに成功すれば効果的ではある。伝建国王ならではの奇策ということだな。その後は、なんだこれ、なんて思う。王代率いるクリミア王国軍が出撃し、徹底抗戦の構えに入りました。一般人には市街地へ、避難するようとの達しがありましたので、やむなく王都を離れ、その足でここに戻りました。退避か。現在戦況がどうなっているかわからんということか。どちらにせよ、この田舎にはまだ戦争の第一歩すら届いておらんような状態だ。よく知らせてくれたな、セネリオ。いえ。デインのクリミア侵攻、この傭兵団も無関係というわけにはいかないでしょうね。親父、どうするんだ？そうだな。ディアムとはどう見る？クリミアは我が団にとって故郷とも言える場所です。また、クリミアの王家や貴族はこれまでもこれからも我が団にとって大切な仕事の雇い主となり得る方々です。義を見ても、利を見ても、ここはクリミアを助けるのが良いかと思われます。セネリオはどうだ？我々が傭兵団であり、特に依頼を受けたわけではないじゃ、手を出さないのが適当かと。座してクリミアの滅亡を見る、と。はい。兵数も士気も明らかにデインが上、クリミアの勝ち目は薄いでしょう。でも、クリミア国王は懸命を持って世に知られるラモン王。
武勇並ぶものなしと言われる大台レニング教もおられるわ。そう簡単にデインの思い通りになるかしら。武勇や正気という意味ではデインをわしなどもレニング教には引き難しい単語多いよ。レニング教に引き渡りません。となればあとは兵の量、数が勝負を決めるでしょう。結果は明白だと思われますが、クリミアには地の利があるわ。デインの奥先を巧みに交わして持久戦に持ち込めば、士気も連度も低いクリミア軍がそこまで持つとは思いません。二人ともそれまでだ。言いたいことは分かった。まず現状を正確につかむことだ。王とメリオルを一度偵察した方がいいだろう。アイク、ここはお前に任せる。偵察部隊として何人か連れてけ。え？俺が？わざとしてティアマトとセネリウも連れて行くがいい。親父、待ってくれ。どうして俺が？団長命令だ。さっさと準備始めろ。時間に猶予はないぞ。親父！ティアマト、俺は少し出かけてくる。アイクのおさまさか連れてきた。了解しました。てててん。お兄ちゃん、ちょっと待って。なんだ？はい、これ、持ってって。リガルソードを手に入れた。この剣は、どうしたんだ？渡したのかね？兄ちゃんに渡してこいって。いい剣だな。お下がりじゃない剣って初めてじゃない？よかったね。ああ。じゃあ気をつけてね。お土産待ってるから。別に遊びに行くわけじゃな。まったく。どうしたの？アイク、さっきからダメに込んで。親父の真意がわからない。どうして新米の俺にこの場を仕切らせようとする？あなたはグレール団長の後を継ぐ人。多分人を動かすことを学びたいんだと思うわ。俺にそんな器があるのか？いや、たとえあったとしても遠い先の話じゃないか。今の俺は経験も力もない、ただのガキだ。そうね、きっと遠い先の話。でもそのための準備は早めに越したことはないわ。力がないと思うのなら少しでも早く一人前になることよ。期待してくれるグレイル団長のためにも、ね。ああ。セネリオ、そっちの状況は？ここと同じように兵士の死体が散乱しています。オートからここまで結構な数ですね。クリミア兵のもの？いえ、数はデイン兵の方が多いようです。クリミアが優勢なのか？その反対でしょう。クリミア兵の鎧はこの絵のものでした。国王ラモンか王家の誰かが移動中にデインの攻撃を受けたと考えるのが自然です。まさか、大台レニング教？いえ、正規軍が戦っている以上、指揮を取るレニング教がそこにいないとは思えません。おそらくそれ以外の、誰か来るぞ。ドゥ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 。何者だ、貴様ら。こんなところで何をしている？私たちは怪しい者では。武器を所持する一年間、全員武装解除し我らに投降すればよし。さもなくば。話を聞いてください。我々は組合軍とは何の関係も。おとなしく従う気がない、なさそうだな。全兵攻撃態勢に入れ、この一団を駆逐する。くっ、なんて乱暴な。戦闘に巻き込まれると、後々面倒なんですが。だが、向こうは話を聞いてくれる気がなさそうだ。応戦するぞ。ティアムト、あんたは下がっていてくれ。ええ、わか。わかっ、危ねえ、バグったかと思った。わかっているわ。任せたわよ、アイク。ああ、やってみよう。待って、ここ二人ってやばくない？アイク、戦い方についてなんですが、何か考えをお持ちですか？ここは、街道のど真ん中で身を隠す場所がほとんどない。
体力のないスネリを敵からかばえながら戦うか。そうですね。すみませんがよろしくお願いします。ああ、じゃあそれで行こう。かばうも何もさ、二人しかいないんですけど、これ大丈夫なの？じゃあちょっと一回記録で終わる。はい、じゃあね、続きやっていきたいと思います。じゃあ持ち物の整理から。そうですね、特にもうね、敵多すぎて大丈夫なのかな、俺本当にもう心配です。じゃあ開始、とりあえずやっていくしかない。え、魔法三すくみの指南を受けますか。はい、お姉さんのウキウキ指南講座。では魔法三すくみについて説明するわね。魔法にもグッと同じように三すくみがあるの。この三すくみを覚えておくことがより有利に戦闘することができるわ。魔法には炎、風、雷、あと光があるのよ。まず炎と風の関係だけど、炎は風に強くて風は炎に弱いわ。次に風と雷の関係、風は雷に強く雷は風に弱いの。最後に雷と炎の関係よ、雷は炎に強く炎は雷に弱いわ。これが魔法の三すくみよ。炎、風、雷は炎の関係に似ているの。なお、危険な魔法はこの魔法の三すくみに影響されないの。じゃあ、この魔法の三すくみの影響を実際に見てみるわね。まあ、魔導士、味方唯一の敵にブレーテするよね。味方唯一の魔導士は炎の魔法ファイヤーを装備しているわ。そして敵唯一の魔導士は風の魔法ウィンドを装備しているの。で、この二人唯一の戦いなんだけど、それぞれの唯一の装備している魔法のところを見て、矢印が表示されているでしょ。これが三すくみの有利不利を示しているのね。炎は風に強いから、ファイヤーには運気の矢印、ウィンドには進撃の矢印が表示されているの。結果、ファイヤーで攻撃する味方唯一が出るダメージは本来は8のところを9与え、ウィンドで攻撃する金とか受けるダメージは本来7のところが6になるの。じゃあ実際に戦ってみようね。戦闘情報段に使われたね。これが魔法三すくみよ。以上で魔法各三すくみのシーンは終わりよ。武器の三すくみがうまく使えるかなり有利に使うことができるわ。覚えておいてね。よし、つかまずはもうやばい。そもそもね、ここ皆さんもしかしたらここで炭となるかもしれませんが、よろしくお願いします。草場の陰に身を隠せ。草場の陰に身を隠せね。炭よな。わかった、もう一回。どうしよう、茂みこっちが取らないとやられる。もうここは全力でセネリオと共闘していく。魔法のエフェクトかっこいいよね。かな。ナイスナイス。この余計はね、もしかしたらいずれ何かに響いてくるかもしれないね。え、避けて、草場の陰に隠れてるから避けて。ああ、あ、必殺じゃないのこれ。ザシュン。草場に隠した意味ねえじゃん、ふざけやがって。ダメだ、鉄だと借りきれないのか。まずい。めっちゃ受けるじゃんアイク。あー、やっぱ鋼にするか。もうダメだ。あーあーあー、どうしよう、助けて。でもセネリオ早速死ぬかもしれない。いや、もうここはしょうがない。持ち物、傷薬、ちょっともうここで死んでもらったら困る、マジで。草場で耐えしのげ。
この槍の方が厄介だから。え、まずいな。大丈夫かな。やばい。草場の陰に隠れられる。ここに来るやつ。そしたらやばい。草場の陰言いたいだけだろ。まあ、いいけどさ。頼む。生き残ってくれ、セネリオ。お前にすべて、かかってる。もう逃げるのか。はあ、ね、なんで当たんの？もうちょっとさ、うまくいきよ。ああああ、ナイスー。ちょ、攻撃力が。ねえ、やばい、セネリオの命終わるかもしんない。ああこんな、ところで。引け、セネリオ、それ以上無理はするな。ですが、アイク。お前は後方で参謀に徹してくれ。お前の策があれば、俺は大丈夫だ。そうだろ？わかりました。どうか、お気をつけて。セネリオ、撤退扱いか。いっちまった。もう俺、この癒しの茂みでひたすら、耐え忍ぶことに決めた。めちゃめちゃ奴ら回復してる。クソずるいじゃん。お、ナイスナイス。あ、今のレベル上がりたかったな。あいてえな。あいち。よしよし。ああ、ああ、ああ。いいんじゃない？まあ。でも守備上がってほしい。なんかさ。ひたすら耐えることで、何かさ、守備上がればなんかクリアできそうな気しない？なんか魔法もさ、いい感じに上がってるし、こんなに上がってるの多分初めてだ、俺。あ、でもここまで来れんのか。ここは、でもこいつ倒しておきたい。いいね、よしよし。でも、こうクリアできたらなんかいけそうな気に なっちゃうよ、俺。よーしよしよし、鋼の剣強え。よし、武器レベルも上がって、え、なんかいけそうな空気感感じてきました。ちょっとこっちの癒しにね、俺行きたいんだよね。ちょっとここで待機。よし、来た来た来た。回復して結構また来るから。ひたすら待ち。ここで傷薬も節約できるし。よーし。よし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 。でもな、鋼の剣の耐久度が。やばい、弓が来た。ついに。なんか投げるさ、あれ持ってない、剣って投げるのないよね。どうしよう。そしたら一歩近づくしかねえよな。他にだって近づいてこないしいいよな。よーしよしよしよし。あ、もう近づいてこねえし。緊張感が、この次の動きでなんかいろいろ決まってくるんじゃないの？
ここダメ？ここに行く。行ってみる。ねえ、剣鉄のままかい？鉄のままだな、これ。もう鋼にしとけよ。よし、レベルアップ。どうだろう、わからない。けど、守備と力でさ、なんかゴリゴリいけるから、きっと、そうなってほしい。こいつは逃げるな。鋼。よし、いいだろう。ほら、もう逃げるなよ。いて。ちょっと一回こっち。しずく氏もらいすぎじゃね？一旦あの人いくつみたいな。やばい、俺頭良くないこの癒しのさ、ところ使ってさ、なんかやってる感じ。よし、撮影。なんかいいよ。なんか思ったよりいいよ。その草間から移動しないとダメかい？ちょっとこっち行ってみようか、じゃあ。どう？誰か寄ってくる？あ、寄ってきた、寄ってきた。あ、お前も来ちゃった敵将の撃破だからこいつやっちゃったらダメじゃん。ちょ、癒し、やべえ。どうしよう。ね、あいつ攻撃してくるよね、あの、ボス。リガルソードにしとく？よし。え、普通に強くない？アイク。アイクめちゃめちゃ強くなってる。あ、手やりか。ふん。ふん。傭兵不随が我らとまともに張り合おうとはな。身の程知らずも甚だしい。相手の話も聞かないで一方的に仕掛けてくるってのが伝軍人のやり方か？生意気なことだ。死して後悔するがいい。すっ。バカが。ここでさ、稼ぎたいんだよね。なんかこいつがついてこれないような。この辺、木で。ちょっともう厄介な邪魔くせえ奴が来ちまったな、おい。じゃ、手やりしかやってこないならさ、こっち行っておびき寄せよ。よし、素早さあるからめっちゃ受けるんかな。これ経験値美味しいんじゃないの？あ、めちゃめちゃ受ける。うわ、やばい。超強いじゃん。手槍もスッって避けるし、ほら。このアイク超強くない？スッって避けるし、ほら。なんだろう、この高揚感。ダーン、ダーン、よしよしよし。またレベル上がっちゃう、ほら。すごい。ね、守備と力、HP がちょっと。どうなんだろう、こいつ、相手。これ今強い状態？ちょっとわからない。はっ！よし。癒し。武器の耐久度がやばいかな。いて。やばいか。いや、HP もまあまああるし。
よし、旋回したいけど。あいつ何腹立つんだけど。じゃ、こっちからの。あ、来た来た来た。ね、当たる？やばい。もしかしたらもしかしたらありますか？スッと受ける、はい。空中空中18おいしんじん。リバースソーベージ、待機やな。おい、てめえも癒しのとこ入ったな。許さねえぞ。ちょっと芝居回復して。もう一発も当たってないじゃん、こいつのこいつ。経験値稼ぎできるじゃん、ここで。ここで稼ぐ。みんなごめん、ここで稼ぐ。小一時間ここで稼ぐ。よし、決めたぞ。じゃあ、今ね、今レベル14で、こういうステータスっていうのをじゃあ覚えておいてください。じゃあこっからね、めちゃめちゃ稼ぐ。はい、ですね、ちょっと稼ごうと思ってずっとやってたら、そういえば武器にもね、敵の武器にも、回数制限があってですね、普通に1レベル上がって、終わりました。忘れてた。だからこのマイジンさん今何も持ってないんだけどね。ちょっと倒しちゃおうか。悲しいなぁ。が貴様ら、天に逆らったこと、後悔。よーし。16。よしよし、いいね、いいね、いいね。いいんじゃないの、これ。結構強いと思います。すみません、足を引っ張ってしまって。気にするな。それより、傷の具合は？てんてんてん。そうか。じゃあ、これからは参謀に徹してくれ。いいんですか？嫌か？まさか、僕は、もう、お払い箱になるのかと。バカ言うなよ。もともと参謀ってのは戦わないで戦術を考えてくれるものなんだろ？だったら何も問題ない。親父だって同じ考えだと思うぞ。ありがとうございます。参謀として力を尽くします。いい話だな。とにかく、ここを離れて砦に戻ろう。親父に報告をしないとな。こちらの道を行きましょう。森を斜めに抜けることができたはず。どうかしたか？いえ、やはりこの道は。早く、今あの茂みの向こうで何かが動いたわ。将兵か？行ってみよう。でででん。ティアマト、違う。ティアマト、何か見つかったか？女の子が。放っておきましょう。余計なことに関わらない方がいい。よかった。気絶しているだけのようね。よし、連れて帰って手当てをしよう。ティアマト、手を貸してくれないか？わかったわ。てんてんてん。終わった。謎の娘登場。